久保さんん万ででやってたんですか全く知らなかったですね。さすがですね。<laughs> 去年ですか去年、湯布院で50万、全然知らなかったですね。まあ別に、知ってようか、知ってたからってど、どうにも、こうにも、別に、久保さんは久保さんなんで、僕も僕でね、あの、また今日から、今日か、今日の深夜からキャンペーンやりますからね。 ま、今回ね、僕は、あの、差し場が抜けまして、あのー、その差し場代を稼ぐために、まあ、商品を売るんですけど、ま、あテーマがね、会社、あ、どうしようかな。これ使うから、うん。誰もあなたを救ってくれないですね。誰もあなたを救ってくれないにしましょう。例えばね、差し場が抜けました。じゃあ、すいません、差し場なく、あのー、差し場、あのー、10万円ぐらいある。 払ってくれますみたいな誰も払ってくれないですよ僕の差し支払いんかね病院行ってすいません今あの山口会長は別としてね山口会長は別として <laughs> まあまあどうすかね久保さん他人の家賃払いたいですか他人の家賃親族でもない赤の他人の,たあの家賃を赤の他人の通りすがりの人の携帯代払いたいですか 赤の他人の通りすがりの水道、人の水道代払いたいですか電気代払いたいですか申し訳ないけど僕は払わないね。うん、払わない。<laughs> <laughs> 要はもうあの、自分の生活の,あの必要なお金とか、自分で稼がないといけないんですよ。だけど多くの人はやっぱ給料をもらってるので、このもらうから稼ぐに変えないと、あの、いや、生き残っていくのは非常に難しいですよと。 なぜならば、その会社がね、すごくいい会社で、あなたを終身雇用してくれて、えー、退職金も払ってくれるような会社だったら、それはいいかもしれないけども、そういう会社じゃなかったら、じゃあ50でリストラになったらどうしますって話で。60、あんなに、55でリストラになって退職金出ませんどうしますで、貯金がありませんどうしますもう死ですよね。だって再就職どうすかできますかできないですよね、なかなか。 うん、だから、今のうちに自分で稼ぐ。誰も俺のことは救ってくれないっていうマインドセットで物事をやった方がいいと思いますよ。誰も救ってくれないと。俺がやらなければ、俺を救えるのは俺しかいないっていうマインドセットで全てやった。まあ、これも腹くくるみたいな話なんだけども、まあ、それぐらいの気持ちでやらないと、まあ、やっといた方が、すごくいいと思いますよ。50とかでリストになったらまあ悲惨ですよ。 その時自分で稼ぐ力がなかったら、もう悲惨ですよね。毎日ハローワーク行って、ああ、どうしよう。もうあの、あのな、なんだ、なんだ、あの、雇用手当なんか手当半年ぐらい、まあ、失業保険か。やべ、失業保険もう切れるよ、どうするみたいなね。失業保険もらえなくなったら、俺どうしたらいいんだみたいなね。もう毎日ヒヤヒヤしますよ。うん。そうならないためにも、腹くくって、 俺を救えるのは俺しかいないっていうセットでビジネスやった方がいいと思いますよねなんでもないんですけどいってらっしゃい